はい。皆さん、こんにちは。私は、レック専任講師、弁理士の西田です。えー、今日はですね、えー、今年の、えー、来年向けのですね、2021年向けのゼミの、えー、説明、私のクラスの説明を行います。さてですね、えー、まずは、えー、今年の弁理士試験ですけれども、えー、このようなね、あのー、世の中、 大変な状況になっておりまして、えー、皆さんの受験生活もすごい大変な状況になっていると思います。ですでえー、過去にないあの試験制度のね試験日の延期ということもありまして、えー、いろいろモチベーション維持も大変だったかと思いますけれども、えー、これからもですね、えー、合格に向かって、えー、一緒に頑張っていきたいなと思っております。さて、えー、っと来年向けけなんですけども 来年はですね、えー、今のところ、まあ、どのような試験日程になるかわからないですけれども、えー、現状ではですね来年からまた元の状況に戻るというふうに考えて、えー、試験対策を行っていただきたいと思っております。でそれにあたってですね、えー、レックではですねあの毎年秋に行っていたエルゼミをですね今年は、まあちょえー、っと試験日程 ずれ込みましたので、冬からということで、え、行っていきます。で、えっとですね <laughs>、それにあたってですね、まずは私のクラスでどういったことをやっていくかということを皆さんに紹介させていただきたいと思います。で、え、西田クラスはですね、あのー、 毎年行って同じコンセプトで行っているんですけれども我々私のクラスではですね大事なことにしているのは大きく言いますと2つですそれは何かっていうと基本知識の理解もう一つは書き方を身につけるということを主眼としておりますでえっとエルゼミというのは あの論文試験対策が一番メインですので、やはり論文式試験に突破するためにはどういう力を身につけなければいけないかとということを主眼に置いております。で、そのためにはですね、えー、まず、一番大事なことは条文知識の基本。えー、条文知識の基礎ですね。基礎を身につけるとということですね。これがまず第一ですで、その上で。 さらに論文式試験というのは答、えー、案を書くアウトプットですからやはり書き方を身につけなければいけませんですので、まあ、この書き方を身につけるということを行っておりますまあのゼミはですねどこでも同じかなと思うんですけれどもまずはここの柱を忘れずにということで、えー、基本知識の理解と、えー、書き方を身につけるということをモッ、えー、に、えー 講義を進めていきますじゃあさらにですねあの具体的にじゃあそのためには何をするんだということを今からご紹介いたしますでそのためにはですね私たちあの私のクラスでは学習方針として3つの目標を掲げておりますでその3つは何かというとまず一つ目1つ目は学習計画を立てる で2つ目はですね二つ目は問題文の読み方を知るということをやりますで3つ目ここで基本知識と書き方を身につけるということをやっておりますでこの流れで講義を進めていこうと思っております、まあ、流れとしましては基本的にこの順序通りですねやはりまず合格するためには何が必要かというとスケジューリングですね まあ正直言うとここがもしかしたら最も大事かもしれませんですのでまずは学習計画を立てるということを行いますでそれで講義の始めだったりとか各節目ごとにですね学習計画をどのように立てたらいいかどのようなスケジュールで進めたらいいかということを皆さんにお伝えしますで2つ目はですねえ最終的には論文の答案を書くんですけれども 書くためには、やはり問題文をいかに正確に読むかっていうのが大事になってきますので、まあ業界でいう大把握ですね。大把握をするために問題文をどれだけ正確に読むことができるかということをえ皆さんにお伝えしようと思っております。そして最終的には答案を出さなければいけないので、答案、合格答案を書くための基本知識、 を身につけることとあととあは書き方を身につけるということを行っていきます。さあそれではですねそのためにはどういうことをやっていくのかということを、えー、具体的な内容を示そうかなと。そうですね、特徴を、えー、もう少し細分化した特徴を皆さんにご紹介いたします。まずはですねその今の目標を掲げるためにですね一番目。 一番大事なのはスケジュール管理で,すここで,ですねえ大体この試験を受ける方々はえ社会人の方が多いと思いますので学生と違ってまあ学校に来てまあとりあえず学校に来て授業を受けたらだんだんあのそこの知識が身につきますよとそういうものではないですね。 社会人はまずメインに仕事があったりもしかしたらご家庭のことがあったりとかでいろいろなメインのことをやりながらその合間を縫ってこの便利試験の勉強をしているということですのでそれぞれぞ状況が違ってきますそういった中で試験受けて合格するためにはそれぞれのスケジュール学習計画をかなり 綿密にに立てていいいいかななけければいけないとということになりますですね。そこはまあどのようにしていったらいいのかっていうのはえこちらで皆さんのスケジューリングをまずは大まかなものを提示してそれで進めていただくということを考えております。でさらにですねやはり個別の事情がありますので個別の事情に合わせてまあ修正していったりとか別の提案をしていったりということを行っております。 じゃあ2つ目ですね2つ目はですね知識面と形式面の向上をするとことを特徴としていますでまず1つ目はですねでこれはですねどういうふうにやっていくかというとまああとでももう少し詳しく紹介しますけれども、えー 本うにどういうことを必要なものどういうことが必要なのかどういうのをどこまで書けばいいのかっていうのを、まあ、参考答案というものを提示してその中で最低限書くべきことどのような分量で書かなければいけないのかっていうのをご紹介いたします。でさらにです、ね、書き方だけでは えー、さなかなかさすがに合格が難しいですですので、えー、知識面もおろそかにはしていませんで知識面に関してはどうするかといいますと、まあ、もちろんあの毎回当練を行いますので当練で知識の確認というのを行いますけれどもそれ以外にですね、えー、毎回毎年あのゼ,ミのゼミ生の方にお渡ししているのは、えー、チェックリストと。 どのような項目を挙げたらいいのかというものをリスト化したものを提供しております。で、まあ、大体の方は今の受験生は結構あの皆さんいろいろご存知だと思いますので、えー、知っているかと思いますけれども、えー、大体項項目目列強に関しては、えー、項目は限りりがありますですのでそういうものに関してはもうすでに。 試験始まる前にインプットしておいてそれでその中から今回の問題に対してはどれを使えばいいのかということをピックアップしていくということを行いますそのためのリストを皆さんに提供してそれを先に覚えておいていただくということをやっておりますでさらにですね、えー、去年から お渡ししているんですけれども、私のクラスではですね、定義趣旨集というのを配布しております。で、今はですね、あの。ちょっと難しいんですけれども、あの、やはり。近年も大改正とかがありまして、なかなか。この弁理試験に対する基本的な基本。書籍の、発売ですとか、まあ。 政策とかっていうのは難しいところがありますねですのでちょっと今現状としてこの業界ではえ今の現行法のに対応している基本書もしくは基本レジメというものがなかなかないのが現状ですで、そんな中でもですねえまあなかなか私個人でも基本レジメを あの出版するとかなかなか難しい話なのでえちょっと制作難しいんですけれどもでもその中でも核となるですね定義趣旨集これはですねあの最も大事な部分になりますのでえここの定義趣旨集をまとめたものを皆さんに提供しますもちろんですねレックのさまざまな講座でもですね定義趣旨なんかはあのテキストに掲載されております。 ですけれども、まあ、私がもっと目標としているのは、まあ、先ほど少しお話ししましたけれども合格点を取るためにですね必要かつ最小限の記載どのような記載で書けばいいのかというのを皆さんにご提供しようかなと思っています。でそのためにですね最近の試験ではですね趣旨を聞く問題がかなりあります。 まあほぼ毎年出てると言ってもいいと思います。ですのでまあその出資問題に対応するためにもちろんフルバージョンで覚えとかなきゃいけないのはえもちろんなんですけれどもどうしても時間がないどうしてもスペースがないなかなか覚えにくいと,ということがあるのが現状だと思いますのでそういう方々のためにですねまずは 一文で一言で答えられるような一言趣旨ということを。記載した定義趣旨集を皆さんにご提供しようかなと思っております。まあ、これはですね、あの講義の中でも詳しくお話ししますけれども。一言でまず言えるような趣旨を持っておくと、いろんなところで役立ちます。もちろん論文式試験でもコンパクトに書くときに、ものすごく役立ちます。 役立ちますし、えー、もしくはそのあとのです、ね、論文を突破した後の口実試験でもですねコ、えー、で質問された時に「この制度の趣旨は何ですか?」というふうに聞かれた時に、まあ一言でパッと答えると。と話がスムーズにいきますのですごく有効ですので、えー、そこを身,つ身につけてほしいと思いまして、えー、一言で書く一言趣旨を掲載した定義趣旨を皆さんにお配りしております。 ですので来年向けの私のゼミでも配布しようかなと思っておりますさああとですね次にですね私のクラスの一番のメインの教材であります参考答案の話をしますで先ほど一番最初にですね特徴として3つの柱 お話したと思うんですけどもその3つの柱の3番目でですね書き方を身につけるというところをお伝えしてるんですけどもその中でですね書き方を身につけるためにはどうしたらいいのかじゃあ一番大事な書き方を身につけるために答案作成をする力をつけるために一番大事なものって何でしょうか 大事なものはいろいろあるんですけれども一つだけ挙げるとしたら何かというと私は答案例だと思っておりますもちろん答案例に至るまでには問題文を分析する答案構成をするまたまたその以前の問題で基本知識を身につけると。 いろいろあると思いますけれども最終的にどうしなきゃいけないか完成形を見ないことには実際どうやって書くのかわからないですよね。ですので私はですね実際に本試験で書ける分量の参考答案を配布しております。ここれはですね分量もさることながら書き方 実際に本試験ではどういう書き方をすればいいのか。さらに書き方だけじゃなくて、覚えた知識をどういうふうに書けばいいのか。こういう点を踏まえた書き方をですね、参考答案で提示します。ですので、言ってしまえば参考答案を皆さんが真似していただいて、もう 身につけけていいただければ私ははもう言う言ことはないですそれぐらいもう参考とはに私も全力で力を入れてますしこれを身につけていただければあの真似していただければですね皆さんが合格する力は間違いなくつくと確信しておりますですので、えー、私のクラスではですね毎回答令の問題に対して、えー、参考答案と いうもののを提示してますのでぜひそれを活用してですね書き方を身につけていただけたらなと思っておりますさあそれはですねえー、まあもう少し言いますとえー、と実際に答案で書きたいことって知識が増えれば増えるほど多くなるんですね。ただ 試験本番っていうのは時間制限がありますし答案用紙にもスペースの限りがありますよね。ですので私は一番何を大事にしているかというとその時間とスペース限られた時間とスペースの中でしかもその中で少なくとも合格点を取る。 そのような答案を書くためにはどうしたらいいのかを主眼として答案を作成しておりますですのであのどうしてもあの完璧を目指してしまいがちなんですけども本番では100点を取らなきゃ合格するわけではしないわけではないですねだいたい60%ぐらい100点満点のうちだいたい60点ぐらいを 獲得でききれば合格ででるわけですですのでその6割ぐらいを制限時間内に取れる60点ぐらい取れる答案を書いて提出するとそれが最も大事なわけですね。そのためにはどういうものを書いてそれをどういう記載で書いてどういう形式で書いて提出するのかここが大事なわけですね。 ですのでそこを皆さんに知ってもらって身につけてもらいたいために3考答案を提供しますぜひこれをですねそのまま真似していただいて書き方を身につけて頂ければと思いますじゃあさらにですねその答案例を見て復習しましたで答案も書きましたその後どうするかっていうと,、えー、っとその後ですね復習ポイントっていうものを配布しますで復習ポイントはどちらかというとまあ 基本的な知識の確認だったりとかまあその答練受けた答練の問題からどういうところを学習すればいいのかそういうところをピックアップしたものを提供しますそれでぜひその復習を有効に行えるように活用してくださいさてそれでですね次に添削なんです 点削についてですね。点削はですね、えー、原則として絶対評価で行います。でそれはですね、あの本試験を相対評価と言われておりますけれども、えー、ゼミっていうのは、まあ、あの多くても数十名ですね。ですので、えー、そこで、まあ、順位も大事かもしれませんけれども、今 本当にやらなきゃいけないことは自分の力を向上していくということですのでまあ周りがどうのこうのっていうんではなくて自分自身がえどのような弱点があってそれをどうやって克服していかなきゃいけないのかっていうところを見ていただいてえそれでえそれぞれの皆さんそれぞれ個人の学力向上に努めあのー 活用していただけたらなと思いまして、えー、絶対評価にしております。であとですね、あのー、私のクラスでは特徴としているのは方向性の確認と修正というものを行っておりまして、でそれは何かというと学習を進めていく上で、えー、ほとんどの受験生がですね一生懸命やってるんですよ。絶対面接試験に受かりたいということで一生懸命 勉強してると思うんですけども、えー、スポーツとかと違ってですね勉強の上達ってなかなかか見えにくいしかも合格に向かって進んでいるのかどうかっていうのは本人では分かりにくいことが多いんです、ね、特にがむしゃれに一生懸命やってる人ほど方向性見えなかったりする場合があります。でですののそういういいいは本当にももったいないのであのもし 違う方向に行っっていいいたたらここれはもったいないことですですので必ず合格の方向に向かえるように方向を確認して私もよく見て確認しますそして確認した上でそのまままっすぐ行けば合格に向かっているなと思ったら突き進んでいただいていいですしもしもちょっとずれているということであればちょっと修正しましょうと。 この点を修正しましょうということでアドバイス差し上げますのでぜひそこを活用していただけたらなと思います。さああとはですねゼミの大事なところはあのモチベーション一ですね。でゼミ毎週あの週一回はあの講義がありますのでそこで定期的に討論を受ける他者評価を受ける。 あと講義を受けて刺激を受けるということがやっぱり活力になると思いますね合格に向けて。ですのでその手助けできたらなと思いますのでその維持モチベーション維持のためにゼミを活用していただければと思います。でさらにですね私の場合はですね 私はですね個人的にも便利試験自分が受験したときには数多くの失敗をしてきましたですので、えー、他のもしかしたら他の講師の皆さんに比べたら失敗の数が多いっていうのが特徴かもしれないですで、えーまあ、受験の時にはそれは苦労したんですけれどもその分ですねこの講師業をやってる上ではすごく役に立っていて やっぱり受験生って悩みが多いんですよね。悩みが尽きない。ですので、その悩みに対して、えー、どうしたらいいのかっていうのを、なるべく、まあ、一緒の共感できて、さらに、どういったことをすればいいのかっていうのをアドバイスすることが可能となると。ところが、私の経験を生かせるかなと思っておりますので、えー、そこでですね、ぜひ、悩み相談とか、受験相談とか、 そういうところも直接面談だったりとかあとはクラスのですねあのゼミ生専用のメールアドレスっていうのをお伝えしますのでメールでご連絡いただければ相談にいくらでも乗るということを行っておりますそこはあの本当に本当の意味でもしかしたら最大の特徴かもしれませんですのでぜひそこは活用していただければと思いますはい それで,で,すね最,後にですね最後に私が最も重要していることは今言ったように受験生への悩みを一つでも解決してそれで試験勉強受験勉強に集中していただくと先ほどの特徴でもありましたけれども方向性間違いないで適切な努力をし続ければこの試験というのは合格します。 ですので、えー、皆さんがその試験の勉強に集中できるように悩みを一つでも取り除いて、えー、合格の後押しをするということが私の目指していることですのでぜひですね、えー、一緒に頑張ってい,いこうかなと思ってくださる方がいらっしゃいましたらあの来年に向けてです、ね、私のゼミで一緒に合格目指しましょうそれではですね、えー、もしよろしければ あの合格分かち合いたいと思いますので皆さんお待ちしておりますじゃあ今日はこれでプレゼンを終わりますのでどうもありがとうございました